こんにちは。焼き鬼チャンネルの、のりかずです。今回は、ミニファミコンのカービィを、やります。おそらく単発なので続きがあるかどうかは、わかりません。そんなことですが、最後まで見てってください。操作も全然慣れていませんし、もともとゲームがそんなに得意なわけでもないので、温かい目で見てください。やっぱり1ステージと言ったらビームですよね。これで全クリいけんじゃないか。サクサクプレイに憧れているので、どんどん倒してどんどん進んでいこうとしてます。そんな技術はないのに。1ステージ目でいきなりダメージとは。またダメージです。もっと注意深く進むべくでしょうかね。ファイヤーを手に入れました。個人的にはファイヤーよりも、ビームの方が使いやすいです。なんだかんだそれなりにサクサクプレイできてんじゃないっすか？お、マキシムトマトです。体力回復ありがたい。4まで行きました。これ苦手すぎていつも全然行かないんですよね。そして1ステージクリアです。早速2ステージに行きましょう。ここもサクサクプレイ。カッターですね。私、カッター、好き、ですよ。カッターはやってて楽しいんです。こんな感じで連投してるのがいいんです。これは、ボスですかね。カッターゴリ押しで勝とうとしてます。いやー、さすがに無理があるんじゃないですか？相手の攻撃も全然避けれてないですし。いや、もしかしたらいけるぞ。頑張れ、カービィ。あ、やぶはそうですね。やったー。一番最初のボスにこんなに手こずるとは、思いませんでした。って、あれ？これボスの必殺技の無駄遣いじゃないですか。皆さんも気をつけてください。な N にも知らないとこうなります。体力回復しないとまずいですな。2ステージ目でやられてしまった。さあ、気を取り直して頑張りましょう。2回目はさすがに慎重になりますね。おっと、下にマキシムトマトが、ここまで来てたら助かったのに。意味ないけど回復。出ました。これが実力です。ということで2ステージクリアです。今回は、ここまで。では、また、次回の動画で会いましょう。またね、バイバイ。